オートイコールプロバンス天文台は、フランス南東部、アルプドイコールオートイコールプロバンス家にある天文台である。1937年に、フランスの天文学者のための施設として設立され、1.2メートルの望遠鏡を使って、1943年から観測が始められた。1949年から、ジェフリー・バービッジ、マーガレット・バービッジのような、 フランス順以外の使用も始まった。所在地は、アビニョンの東9 0トルマルセイユの北1 0 0トルで、標高6 5 0ルの高地に位置している。天文台の合計1 9 3トルの望遠鏡天候が天文観測に適することから選ばれ、平均で60%の夜間が天文観測に適する。特に夏から秋が最適な季節で、 平均170日が改正である。主要な設備は1.93メートル、1.52メートル、1.20メートル、0.80メートルの4台の反射望遠鏡である。1.98メートル望遠鏡はグラブパーソンズ社製で1958年に設置された。エロディ高分解能分光器が付けられ、ミシェル・マイオールとディディエ・ケローが 太陽系外の恒星ペガススザ51番星の惑星ペガススザ51番星 B を発見するのに使われた。ありがとうございます。